加藤秀治は、静岡県榛原郡川崎町出身の元プロ、野球選手、コーチ、監督、解説者、日本プロ野球名球会会員、加藤英二の登録名での活動をしていた時期あり、通算犠牲フライで歴代2位の記録数を持つ。父は漁師であったが、幼少の頃に死別し、単身ピエール学園高校に進学する。2年時の1965年に控え一塁手として、春の選抜へ出場するが、準々決勝で高松商の小坂俊彦に抑えられ敗退。1学年先輩に、福島久明、徳、津高博、長井茂雄が、2学年先輩に、中村淳二がいた。3年時の1966年の選抜にも4番、一塁手として連続出場するが、1回戦で、この大会に優勝した中京商に敗れた。高校同期に、エースの加藤英二、内野手の野口義雄がいる。同年のドラフトで、東映フライヤーズから4位指名を受けるが入団を拒否し、卒業後は1967年に松下電器へ入社。同年には都市対抗に出場し、ドラフトでは南海ホークスから10位指名を受けるが、再び入団を拒否。1968年の都市対抗では、同僚の福本豊、岡田光夫と共に、富士製鉄広畑の補強選手として出場し、4番打者として活躍。岡田と神戸俊夫の好投もあって決勝に進出し、河合楽器を下しチームを優勝に導く。同年のドラフトで阪急ブレーブスから2位指名を受け入団。この時の1位指名に山田久志、7位指名に福本と、後の名球会会員となる3人を獲得することとなった。加藤を視察に来た阪急の関係者が、ついでとして福本をリストアップしていた経緯があり、著書で福本は松下電器に加藤がいたおかげで僕も阪急ブレーブスの一員になれたと記している。プロ入り当時はまだチーム全員による合同自主トレの習慣があった頃だが、初日から阪急の選手たちの練習量に圧倒され、これについていこうと思ったら体を言わせてしまう。慌てても仕方ない。一年じっくりやろうと思うようになった。また、守備も苦手で、松下電器時代の監督であった、仁木安が、阪急は加藤に、どこを守らせるつもりだと不思議がったという逸話がある。1970年終盤から少しずつ、出場機会が増え始め、シーズン終了後の秋季キャンプで、西本幸雄監督に、来年からはスタメンで使うぞと打ち込みを課せられたことから、これからは徐々にやっていかないかんのかなと意識するようになった。1971年には、高知キャンプの時に、今年の3番打者を問われた記者から、西本は加藤でしょうと答え、それが新聞に載ると、加藤は記者に向かって、ほんまですかと興奮して尋ねたと、福本は記している。同年には一塁手のレギュラーに定着し、リーグ2連覇に貢献。膝を深く曲げ、折りたたむように構える独特の打法で勝負強い打撃を見せた。1973年は打率337で首位打者を獲得。1975年は32本塁打97打点でパリーグ MVP に選出される。この頃は3番加藤周、4番長池特使の打順が定番で、長池は加藤はすごくチャンスに強くて、あいつがみんな走者を返してしまうので、そこで打つなよと言いたくなる時もあったよ。他の選手は普通にやってりゃ勝てると思ったけど、加藤だけは負けたくないと思わせるやつだったと、ライバル意識を見せた一方で、1番福本、2番大熊、3番加藤、前にこれだけ揃っていると4番も楽。加藤のおかげで打点王を取らせてもらった年もあったと振り返っている。一方、加藤は長池について、僕がホームラン25本くらいって時に、長池さんは40本以上打っていた。10本差くらいまでならともかく、ここまで差がついちゃうと、もう勝負はできない。僕は芯に当てる自信はあったので、長池さんがホームランなら、僕はヒットで勝負しようと思った。それがある意味ライバル意識だったかもしれないと語っている。長池同様、加藤も恵まれた3番だった。福さんが塁に出て盗塁、大熊さんが進めて1アウト3塁って多かったので、重圧もあったけど結構楽しかった。と優秀な1、2番コンビの存在に敬意を表している。実際、犠牲フライのリーグトップが6回もあり、加藤は歴代2位の105本の犠牲フライを記録している。長池が衰えてからは4番を打つことも多くなったが、だからといってバッティングを変えたことはないと語っている。1976年には2年連続の打点王を獲得。1977年までダイヤモンドグラブ賞を3年連続で受賞した。1979年に登録名を加藤英二に変更するが、同年は腰痛に苦しみながら、PL 学園校の後輩、荒井博正との首位打者争いを制し、打率364で2度目の首位打者、104打点で3度目の打点王の2冠を獲得。本塁打王も近鉄のチャーリー・マニエルと激しく争ったが、33本で並んでいた時に、目の前で今井雄太郎がマニエルにまともに34号を打たれ、消化試合なのに何やってんだと、がっくりきたという。結局自己最多の35本塁打を記録したものの、37本塁打のマニエルに及ばず、三冠王は逃した。1982年に打率235の成績に終わると、上田理事監督による若手切り替え方ばりにのっとり、水谷実夫との交換トレードにより、広島東洋カープに移籍。広島では、まずまずの成績を収めていたものの、シーズン半ばで肝炎を患い休養、ドラフトで同じ一塁手で PL 学園校の後輩でもある法政大の小早川武彦の2位指名で入団。1983年のシーズン終了後、福井康夫、森脇浩二との交換で大原哲也と共に近鉄バファローズに移籍。1985年には指名打者として打率 286.26 本塁打の成績を残した。1986年に読売ジャイアンツに金銭トレードにて移籍。5月10日の広島戦で4回表に北別府学から3乱本塁打を放って史上3人目の全球団から本塁打という記録を達成するものの中畑清から一塁手の定位置を奪えずに代打での出場が目立つ。2000本安打まで残り13安打にこぎつけたものの、同年オフに自由契約となる。1987年、阪急時代の監督であった西本が、立教大学の後輩で当時南海監督の杉浦正に仲介し、南海へ移籍。西暦と同数の1987安打で、開幕という点も注目されつつ、5月7日の阪急戦で、かつての同僚、山田から本塁打を放ち、2000本安打を達成。同年限りで現役引退。プロ入りから長く在籍した阪急、その後の移籍先の近鉄、引退直前の南海という、当時の関西パリーグ3球団に、現役選手として在籍した数少ない選手である。移籍を繰り返した現役後半時代は、関西、広島、関西、東京、関西と関西を離れてはまた関西に戻ってくるの連続であったために渡り鳥生活と呼ばれた。引退後はフジテレビ、関西テレビラジオ、大阪解説者として活躍し、三菱ギャラントーナメントのリポーターも務めたことがある。1995年から1997年まで日本ハムファイターズ1軍打撃コーチを務め、小笠原道博を育てた。日本ハム退団後は2年間の充電期間があった。2000年から2003年途中まで KBS 京都テレビ解説者を務めた。2003年は阪急の後継球団であるオリックスの春季キャンプ、臨時打撃コーチを務め、シーズン途中から同球団2軍のサーパス、神戸監督へ就任。1982年以来21年ぶりの古巣復帰となり、坂口智隆や島村一輝ら若手を指導した。2005年退任。2006年より J スポーツの解説者を務める。2007年よりサンテレビの解説者を務めた。2013年より FOX スポーツの解説者を務める。2008年から2009年まで履正社医療スポーツ専門学校内で組織された社会人チーム、履正社学園のコーチを務めていた。2015年までは大阪ガス臨時打撃コーチを務め、2015年11月13日に中日ドラゴンズ一軍チーフ、打撃兼野手総合コーチに就任。教え子の島村が一軍打撃コーチ、小笠原が二軍監督に就任している。落合博満ゼネラルマネージャーから昔の打ち方を教えてくれないかとの要請を受け、伸び悩む若手野手の起爆剤にと大きな期待をされていたが、1年目の2016年は大きな成果を生み出すことはできなかった。2017年には島村と共に二軍打撃コーチに移動し、同年10月4日に退任することが発表された。2018年2月2日、ベースボールファーストリーグ、兵庫ブルーサンダーズシニアディレクター、同チームと提携関係にある、芦屋大学野球チーム、インパルス監督に就任することが発表された。1シーズン務め、同年8月22日には、サンテレビのゲスト解説者として出演。2019年4月5日、関西独立リーグ選抜チームの専任監督に就任することが発表された。加藤英二に関するカテゴリー。ありがとうございます。